どうも影山です今日はですね「悪いことと同時に良いことも起きている」ということについてお話ししたいと思います。えー、自分にとってね何かこう悪いことが起きた時はですね同時にねい、えー、いことも起きていると。 いう風に解釈するということですね。で、えー、悪いことが起きたときに、えー、そのことを、えー、いいように解釈しようという意味ではないんですね。えー、悪いことは悪いこととして、えー、置いておくというか、そういう現象があったんやなとかそういうことが。 たんやなという状態だけにしておくということですね。その悪いことと自分の感情を悪くするっていうのをこう結びつけないようにするということですね。え一瞬悪く思ってもですねそれはそういうことがあるんだなとそういう現象があったんだなとこう客観的に捉えるというかえ俯瞰的に見るという形ですね。それと同時にですねそのことによってそのこと違うそれはええー 同時にいいことでがあるという感じですね。っていうまあちょっとこの例えが合ってるか分かんないんですけど僕の言ってることが伝わってるか分かんないんですけども例えば自分が車を走っていて赤信号になりますよね。で赤信号が悪いこととしますね。でその悪いことが起きてると同時にあのー、この逆というかその。 クロスしたその道は青になってますよねだから自分は赤信号やけどあの違う道は青信号になっているということですねだからそれは悪いことだということだけじゃなくてですねそのことによっていいことも起きているというそのことというか同時にいいことも起きているということですね。でその赤信号は悪いことやと捉えるけどそれは、えー、いいこと やというふうに思うとする必要はないんですね思えたらそれはいいんですけどもなかなか思えないんでそれはそういう赤信号だという現象があるんだなというふうなところで留まっておくんですねその赤信号によって自分がイライラしたりとかねその怒ってしまうとかそういうことが、えー、につなげないようにしないといけないその と反対にはその青信号があるんだなというふうに捉えるようにするということですねそういう現象があるということですねそういう見方をするっていうことが大事ですねそのやっぱり自分の主観的な見方だけで見るんではなくてね多方面というか複数の見方をするというか複数はいかなくてももう一つの 方向から見るとこうなるんだというふうにこう見るようにするとそうするそういう多角,多角的というかそういう見方をこう身につけるっていうのは結構大切なことなんじゃないかなというふうに、えー、僕は思っております。ということで今日はですね「えー、悪いことと同時にいいことが起こっている」ということについてお話しさせていただきました。ということで今日もよっしゃーでいきましょう どうもありがとうございます。